ゆうすけ、ゆうすけ、ゆうすけ。お前、いくら持ってきたお土産だい？は？ 5000 円？少な？もう5000円って、決まりしっかり守んなさ、学校な。は？少な？いい、守っとるやつなんか少ないぞ、真面目か、お前。あれ？あれ、1万5000円。え、普通やろ、1万は普通やろ。1万は常識。お前ら、何時ともとって。寝れんとは仕方なかけど、お前らショート時間過ぎろっとぞ。遊ぶなって言うたやろが、黙って目ばつぶっとけ。おい、タクト、お前そこをと分かっとっとぞ、立て。お前603やろが。お前何しよってや。部屋戻れ。俺が次見に行った時お前らまだ起きとったらな。お前ディズニーランド行かせんけんな。分かったや。皆さん、お腹減ってますよね。じゃあ、吉永。何？あ？吉永の話するって。僕たちサッカー部の誇り、補欠の吉永くんが、女の子のお残しのみ、全部食べてくれるそうなので、女子の皆さんはお腹いっぱいになったら、吉永くんのところに全部、持って行ってください。吉永くんが全部食べます。はい、それでは手を合わせてください。いただきます。吉永、ブロッコリー食べてくれ。人参も食べて。人参も。はい、集合、合唱、サッカーズ。はい、じゃあね、寝る前の話し合いはこれで終わります。あのね、はい、しおりね、みんな持ってきてると思うから、そこの裏の方に今日のね、振り返り一日全部最後の行まで書き終わってる人だけ班長さんにあげてから、はい、寝てください。で、班の人たち全員分のね、しおり回収した班長さんは2階のエレベーターの前に先生立ってるんで、そこにね、しおり、はい、持ってきてください。鍵と一緒にね、鍵忘れんようにね。はい、それでは解散。ね、ゆかゆか、ぶっちゃけさ、タクト君とどこまで行ったと？さすがに1年付き合っとるけんね。いや、やることはやっとる。マシ？あんたたち全然そんな感じせんくない？そんな感じあるカップルとかおるかな、逆に。いや、ゆうまと林さんカップルとかやばそうじゃない？うわー、待って、めっちゃわかるわ。あの二人は確実やね。しかもさ、林さんの方が意外とやばそうじゃない？あ、わかるわ。うん、自分から言ってそうね。はい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 、あと2分で3、4組入ってくるよ、急いで。ほら、山下、川下、あんたたちいつまで入っとっと？もう、はい、出てこんね。次の来る件が早して、他人を思いやるでしょ、今回の修学旅行のテーマ。ほら、早く上がって上がって、急いで。はいはい、オッケー、後ろ向いて。はい、オッケー、はい、後ろ向いて。あ、お尻とお腹まだ濡れとる。はい、拭いてきて。はいはい、オッケー。はい、髪のまだ濡れとる。はい、拭いてきて。はい、次。お前たち、お前今回の修学旅行のテーマ何やったや？あ、他人を思いやるやろうが、時間を守るとか当たり前やろうがなあ。3班と6班、お前たち今日10分遅刻ぞ。そういう人にヘラヘラしてから入ってきたから、バスに。ちゃんと時間は守っとるやつがほとんどぞ。お前ら集団で行動してる自覚の中とや。いや、撮んなって。いや、撮るのはいいけど、お前 TikTok 載せんなよ。載せんなよ、絶対載せんなよ。載せんなよ、TikTok 載せんなよ。まさらに生まれ変わった小さい家から始めようが。あ、スクランブルエッグあるよ。え、パンとご飯どっちにする？ね。どっちも美味しいよね。フルーツのとこもすごいですけど。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録。